第四回全国同時地方選挙は、大韓民国の地方自治体である、広域自治団体の団体長と議会議員、基礎自治団体の団体長と議会議員を選出するため、2006年5月に投票が行われた地方選挙である。この地方選挙は、2003年に発足したロブ原政権の中間評価としての意味合いを持つと、共によ2007年に行われる、 大統領選挙を控えて、政権与党の売り党に対する国民の支持程度を測るバロメーターとしても注目された。選挙戦当初から野党半奈良党が優勢で、広域団体長選挙では16指導中12指導で勝利、地方議会選挙も首都圏地域区で全勝するなど圧勝した。一方、これに対して売り党は広域自治団体長選挙の当選者が、 全羅北道の金間柱のみ、地方議会選挙でも首都圏で全敗するなど惨敗し、低党園議長が敗北の責任を取る形で、辞任する結果となった。基礎議会議員選挙において、地域区の選挙制度が小選挙区制から中選挙区制に改められた。また比例区も新設され、これまで禁止されていた政党による公焼も,も、認められるようになった。 出展広域団体長政党別当選者分布図。青が半奈良党、黄色が売党、緑が民主党である。有効得票総数なお、チェジュ道では特別実地道への改変に伴い、それまでの基礎自治体が廃止され、基礎自治体のチェジュ市とソギポ市は新たに特別実地道のもとに設置された行政市となった。行政市の主張は特別、道知,知事による、 任命制となったため、選挙は行われていない。チェジュ地域は、特別自治道への改変に伴い基礎自治体が廃止され、基礎自治体であったチェジュ市とソギポ市は新たに行政市となり、基礎議会が廃止された。そのため選挙は行われていない。チェジュ特別自治道の教育委員会を構成する委員。チェジュ道が特別自治道に改変されたことに伴い、 教育委員会の委員も公選制となり、本選挙から選挙が実施された。自治体国際化協会のクレアレポート311号、大韓民国の2006年統一地方選挙の4ページ、票3選挙区及び定数より異議を、前継書19ページ、票10歴代統一地方選挙投票率の比較をもとに作成した。前継書第二節選挙結果分析一公益自治、 団体長選挙を参照。前景書28ページ、標準に広域議会議員地域別、政党別当選者元況をもとに作成した。ABC 前景書37ページ、標準な性別、年齢別当選者数より、韓国中央選挙管理委員会、第4回全国同時地方選挙総欄、2006.5、31指向の162ページ。 4から89より。なお、軍省政党も、名簿を提出しているが、ここでは割愛する。韓国中央選挙管理委員会第4回全国、同時地方選挙投開票紹介システムより自治体、国際化協会のクレアレポート311号、大韓民国の2006年統一地方選挙27ページ、表11広域、基礎自治団体長の当選結果と前回との比較を、 元にして作成。前景書30ページ、表13基礎議会議員地域別、政党別当選者元況を元にして作成。ありがとうございます。